もご視聴いただきありがとうございます。今日はホテルニューオータニ東京に来ています。今日はね、ザ・スカイのビュッフェに行くんですけれども、アイスといちごのショートケーキ、それから秋田牛の握り寿司、そしてあ、稲庭うどんと、あともう一個を食べていきたいと思います。それが今回の目的になります。今日はこちらの黒いワンピースにグリーンベースでやってまいりました。あと白いバッグと靴もグリーンにしております。それでは行ってきます。というわけで、今日はホテルニューオータニ東京ザ・スカイのディナービュッフェをご紹介いたします。普段ディナーにはあまり来ないんですが、今回はね、このディナーでどうしても食べたいメニューがあった。ちょうどね、フォーリンデブンのハッシーさんとコラボしている夏の肉オータニが開催されてまして、ほんとね、肉尽くしのメニューが並ぶという期間限定のビュッフェとなってますので、もうね、どうしても来たくて、もうこれ終わりなんですけど、ギリギリ滑り込みセーフ。8月の5日までで終わってしまったメニューもあるんですが、今日ご紹介するメニューの大半は8月末までご用意されてますので、参考にしていただければと思います。今回も時間無制限のプランで予約しています。と言っても夜はね、3時間制になるようです。それではビュッフェ台を見ていきましょう。フルーツロール、フルーツサンド、マンゴーロール、スーパーメロンショートケーキ、ストロベリーショートケーキ、マンゴーショートケーキ、ソイルブールバニラクグロフ、チョコレートシフォンケーキ、マンゴーライチタルト、ブルーベリータルト、オペラ、モンブラン、バスクケーキ、フランボワーズマカロン、ヘルシープリン、新江戸くず餅ゼリー、ピーチゼリーとメロンゼリー、アイスクリームがチョコ、バニラ、マンゴー、ラムレーズン、メロン、ピーチ、ジャージーミルクとカラメル。撮影し忘れましたが、この横にね、スフレパンケーキもあります。そしてサラダのコーナー。冷菜、こちらのね、上の段取るの忘れました。中華風ナスの揚げ浸し、アメリカンチーズとハムのミルフィーユ、シュリンプカクテル、カクテルソース添え、ハモの南蛮漬け、ゴロゴロ彩り野菜スープ、サンラータン、お味噌汁のコーナー、パンオレ、黒豆マフィン、マロン、チョコデニッシュ、プレミアムクラシックバケット、クロワッサン、いなり寿司と太巻き寿司、お寿司のコーナー、北欧イクラ、イクラあったかな、卵、つぶ貝、ハモ、カンパチ、赤身、中トロ、生エビ、サーモン、お肉のコーナー。普段は焼きしゃぶですが、限定で秋田牛の鉄板すき焼き、スモールハンバーグステーキ、国産牛ステーキ、ソースはこちらから選べます。あとね、ホタテもあります。温かいお料理のコーナー。クワトロフロマッチョ、マルゲリータ、
サイサイドリとJシリアルの丸ごとローストチキン。じっくり焼き上げた US プライムローストビーフ。白身魚のワクアパッツァ。ビーフシチュー白味噌アクセント。夏の肉オタニ八幡平ポークカツサンド。夏の肉オタニ秋田牛炙り和牛寿司。これがね、これが食べたかった。夏の肉オタニ秋田牛稲庭肉うどん、そして鶏そば。エビのチリソース。干し貝柱と冬瓜の煮込み。夏の肉オタニ秋田牛のエクソージャン炒め。ニラまんじゅうとニューオタニ特製シューマイ、オタニシューマイ。スモークチキンと釜焼きチャーシュー。ご飯、天丼、ソースカツ丼、ステーキ丼。二色カレー、エビチリ丼。天ぷらコーナーは、かぼちゃ、さつまいも、エビ、ナス、ししとう、キスです。夏の肉オタニ、秋田県産八幡平ポークと夏野菜の柚子胡椒あんかけ。ヒラスの西京焼き。1瓶目を持ってまいりました。まずはバニラジェラート。こちらはね、バニラビーンズ入りでちょっとねっとりしたバニラジェラートです。あのね、連日暑いからこのね、喉を潤すのにちょうどいいバニラアイス。ニラまんじゅう、こちらもね、今日食べたかったやつ。こちらは緑のイメージで切ったら、パプリカも入ってるのが予想外。そしてね、食べると、ね、思った以上にこう柔らかさがあって、それもね、また予想外。もちもちしていて優しく主張するニラまんじゅうです。サラダ、いろいろ野菜のトッピングも乗せてきまして、野菜のすりおろしドレッシングをかけてきました。この、ね、後ろのパンと一緒に、あとピザと一緒にサラダランチ風にしたかった。このすりおろし野菜ドレッシングがすごい美味しくて、ちょっとね、ドロッと感もあるので、この野菜にね、いい感じで絡みついて、旨味をプラスしてくれます。そしてね、トマトとかもね、それぞれすごい甘くて美味しい。ピザのクワトロフォルマッチョとマルゲリータ。このピザを見るたびに、前にシェフに教えていただいた、あのすごい手が込んでる具合を思い出す。焼き時間にベストになるように、こう逆算して作られてる生地と、天候でも釜の温度を変えてこう調整してるピザ、すごいね、もちもちです。マルゲリータのトマトソースが水っぽくなくて、ほんとね、深みがあって美味しい。そしてこちらのクワトロフォルマッチョの方は、大豆ミートとこの大豆のね、ペーストとチーズで、すごいね、リッチなクリーミーな感じのピザです。時間無制限プランにはコーヒー紅茶がついてます。最初にオーダーしたものと同じものであれば、温かいもの冷たいもの問わずおかわり自由です。ちょっとピザでサラダランチしようと思ったんですけど、サラダが美味しすぎてもうない。クロワッサンはね、硬いわけじゃないんだけど、このね、すごい層が絡みついてる感じ。こちらのクロワッサンは、あのパリパリサクサクっていうタイプではなくて、しっとりしたタイプ。クロワッサン自体の甘みはそんなにないんですけれども、こうバター感が香るクロワッサンになってます。パンオレ、ビュッフェで持ってこなくてもと思いながら持ってきたパンオレですが、これはね、甘めなバターロール風で美味しい。テレビを見ながら無限に食べられそう。八幡平ポークカツサンド、これはね、うまーいと思った。このポークカツサンドはね、いつも美味しいんだけど、あの今回のはね、よりお肉が柔らかい。そしていつもね、もうちょっとソース味欲しいなって思うんだけど、このソース加減もちょうど良くて、いつも美味しいんだけど、いつも以上に美味しい八幡平ポークカツサンド。
中華風ナスの揚げびたし。これはね、一口食べたらなんか醤油ベースのイメージで食べたんだけど、あのね、甘い肉味噌炒め風な感じの味付けで、これもね、美味しい。一度揚げてあるので、旨味閉じ込めつつのこのナスの水分がね、じわっと出てくるのが夏にぴったり。ハモの南蛮漬け。この辺のものはね、いつも持ってこないんですけれども、ちょっと夏っぽいなと思って持ってきました。きゅうりは南蛮ソースがかかってるからなのかな。ちょっとね、ほんのり甘酢味。そしてハモはね、この衣の感じなのかな、すごい香ばしい印象。そしてこの南蛮味もしっかりと染み出ます。で、この下のお野菜が、ただのお野菜が引いてあるかと思いきや、これもね、なんかちょっとね、だしっぽい味が、下味がついてて、最後まで美味しい南蛮漬け。オクラと薄切りポークのごま風味。これはね、見るからにクリーミーで、しゃぶしゃぶのごまだれみたいな味かなと思って食べたら違う。もっとね、こうコクのある練りごまたっぷりに甘酢を足しましたっていう印象で、ごま甘酢、イメージよりは甘いんですけど、これもね、美味しかったです。2尾目を持ってまいりました。アイスラテもおかわり。お味噌汁、毎回言いますが、このザスカイのお味噌汁が最高に美味しい。この海鮮とあごだしのベースがね、ほんとね、何杯でも飲みたくなる味。で、今ね、こちら自分でセルフで盛れるようになったので、海苔だく、ネギだく最高。秋田牛炙り和牛寿司。もう見てこのね、ビジュアルの破壊力。これがね、これが超食べたくて、そしてディナーにしかないので、珍しくディナーにやってまいりました。このためです。こちらは 20g のご飯の上に、この大きな和牛のスライスが乗ってまして、その上にいぶりがっこと、あとシソが乗ってます。もうね、このお肉が大きすぎて、もうご飯を包むどころか包んでも余ってて、もうどこから食べようかなって悩んじゃう。食べると、まずはね、このお肉の旨味が来る。そしてこの上に乗ってるいぶりがっこのこのコリコリ感。そしていぶりがっこの塩気。その後にね、またこのね、お肉の炙ってる感じの香ばしい旨味が口の中に広がる。最後はね、あの、いぶりがっこのこのスモークした感じとお肉の旨味が一緒になって、なんかまるでね、お肉がこうスモークされてるのかなって感じちゃうような、そんな素敵な余韻を最後に残してくれる肉寿司。これね、すごい食べてほしいんですけど、すいません、8月5日までのメニューになっております。秋田牛のエクソージャン炒め。こちらはね、まずこのゴーヤの爽やかな苦味。そしてね、味付けはちょっとイメージしてたエクソージャンがバーンって前面に来るのとはちょっと違って、刻み生姜が多分結構入ってるので、その刻み生姜のこの食感と生姜感がバーンと前面に来る。その BGM でエクソージャンっていうイメージです。もちろんね、この秋田牛も超柔らかで美味しい。白身魚のワクアパッツァ。これがね、今、ワクアパッツァだっていうことを今知りました。お野菜がいろいろ入ってて、彩りも綺麗なので、その時点でテンションが上がる。そしてこのね、トマトがほんとさっきから甘い。で、お野菜にもしっかりとスープの味が染みてます。そしてお魚は多分最初にね、ちょっと軽くグリルされている感じで、そのちょっとね、香ばしい感じも楽しめます。で、スープを飲むとね、スープが思ったよりもなんかちょっと酸味が強くて、なんか普通のやつとちょっと違うんだけど、よく見たらケッパーが入ってるので、あ、そうですよねっていう感じ。エビのチリソース。こちらはね、イメージしてた味とちょっと違って、イメージしてたのはちなみにキャピトル東急星ヶ丘のエビチリ。ベースの味はちょっと甘いっていうよりはね、この鶏ガラとかのこうベースのスープの旨味プラス辛味。辛味がね、割と効いてて、あの、後味もちょっとピリピリっと感が残るエビチリ。ソースもね、結構とろみがついてるので、しっかりとエビに絡みます。景色の変化も楽しめます。アイスラテもおかわり。とシフォンケーキ、ビュッフェには嬉しい一口サイズ。このね、シフォンケーキがしっかりとチョコの味も感じられつつ、すごいね、しっとりで口どけ、ミルク感のあるクリームたっぷりがさらにしっとり感をプラスしてくれる、しっとりふんわりなチョコシフォンケーキです。オペラ、
こちらのオペラは夜にしか出てこないメニューになります。下のさつきにね、あの大きいスーパーオペラがあるんだけど、そっちはねでかすぎて、あのねちょっとパンチがありすぎたので、このくらいが嬉しい。コーヒーシロップかなが、あのねしっかりと染みて、食べるとねじゅわっと感じるスポンジと、濃いめなガナッシュが層になってます。オペラですけど、バタークリームは入ってないと思う。で、一番ね存在感があるのは、この上に乗ってるチョコのグラサージュっていうの、このねチョコの存在感が一番あります。ストロベリーショートケーキ、メロンの方はあのスーパーメロンショートだったんですけど、こちらは普通のショートケーキになってます。スーパーシリーズのいちごショートよりも、このね普通のショートケーキの方がスポンジがなんかふんわりしてて、私はねこっちの方が好き。ショートケーキを食べた時にスポンジの存在感がやたらするショートケーキはあんま好きじゃないんですけど、これはねちゃんとあのクリームといちごの存在感があるショートケーキ、スポンジに負けないクリームの存在感と、そしてこの上のねいちごもすごい甘くて、いちごも美味しかったです。ピーチゼリー、こちら上に桃が乗ってまして、そしてねゼリーの部分もしっかりと桃が感じられるゼリーになってます。でね食感がねすごい独特で、ちょっとねなんか ねっとりっていうか、なんかスライムみたいなね、ちょっとこう何 粘り気というか、このドロドロ、そんな食感が特徴です。このね、ここでなんか切れなくて、すごい下が重いからなかなかすくえないんだけど、なんかねすごいビローンってなるゼリー。だってさ、普通のゼリーさ、こんなに普通のゼリーぶら下がらないでしょ？でもね、この独特のなんか食感がちょっとハマるピーチゼリーです。ヘルシープリンです。こちらは硬すぎず、あのでもね、トロトロすぎず、ちょっとね、こう緩めだけど形がしっかりと保たれた硬さ。プリンのね、部分もすごいクリーミーで、そしてね、カラメルも結構たっぷり下に入ってるので、このね、カラメルたっぷりでいただくのが最高。マンゴーライチタルト。この辺のタルトはね、すごい小ぶりで一口サイズなので嬉しい。で、黄色いスイーツはあんまり食べない私ですが、このね、ライチとマンゴーは前食べて美味しかったので、今回も持ってまいりました。タルトのサクサクとライチの弾力とマンゴーの甘さが調和してます。だんだん暗くなってまいりました。こちらのねディナービュッフェはタイミングが合えばね、ちょっと嬉しいおまけがついてまいります。下の方がピンクだなと思ったらプール。4瓶目を持ってまいりました。鶏そば、塩味ベースの優しいスープに鶏肉とネギが乗ってるシンプルなそば。このね、鶏そばもね、美味しい。あの、細麺で、スープ優しいんだけど、でもこう味が薄いとかじゃなくて、ちゃんとね、旨味があって、このね、スープがまた最高。で、このままでも美味しいんだけど、胡椒を入れてピリッとさせると、さらに美味しさがアップします。結構ね、お寿司も持ってきたんでお腹がいっぱいなんですけど、これね、おかわりしたい。そして、上のチキンももちろん柔らかです。
田牛稲庭うどん。こちらはね、この前コメントで稲庭うどんと天ぷらを今度一緒に食べてみてくださいということだったので、一緒に持ってまいりました。これもね、美味しい。この稲庭うどんのね、ツルツルっとした喉越しがもう最高。でね、スープもすごいカツオ出汁が効いてて、市販の麺つゆとは違う、なんかもっとね、こう、旨味系なさっぱり系で美味しい。上に乗ってる秋田牛も、あのね、ほんのり味がついてて、ちょっとね、甘めな醤油味。で、冷えてるんだけど、こちらも柔らかで美味しい。そしてこちらの天ぷら、もうね、毎回美味しいんですけど、稲庭うどんと一緒にいただきます。ね、ししとう1、なす2、かぼちゃ2、えび2、さつまいも4。で、お願いしたんだけど、さつまいもがね、6つ入ってた。エビはね、プリプリで、ちょっと半生っぽい感じで、香ばしい。でね、かぼちゃとさつまいもがすごいね、ホクホクで甘くて、今回のね、特にお気に入り。そして、稲庭うどんと一緒に食べて合うのはね、やっぱりナスかな。ナスのなんかあの、水分じゅわっと感が、麺つゆとすごい合ってた。ホテルのスタッフの方が名前を呼んでね、話しかけてくれるので、それがすごいね、ホテルに来た感。お寿司は中トロとサーモンと生エビ、粒貝、卵をお願いいたしました。生エビはね、すごいクリーミー。そして粒貝はね、初めてお寿司で多分食べるんだけど、粒貝のコリコリ感で、味はね、もちろん貝にはついてないので、お寿司の粒貝は私はね、あんまり得意じゃなかった。そしてね、卵焼きは、いつもよりもなんかちょっと出汁が濃い感じな、出汁感が感じられて、あとは、サーモンはね、油のりのりで、このサーモン自体の味がすごい濃い。で、中トロはもう口の中でとろける感じが最高。このね、お寿司パンチでだいぶお腹が溜まってきました。もうちょっと食べたいんですけど、今のお寿司パンチでちょっとアイス休憩。5瓶目はアイスを持ってまいりました。マンゴーシャーベット。色もね、ちょっと淡めな黄色なんですけど、味もね、ちょっと優しめマンゴーで、さっぱり系で、時々こうね、シャーベットのジャリッと感がある。そしてピーチシャーベットはマンゴーと逆で、ピーチにしてはちょっと色が濃くて一瞬イチゴかなって思っちゃうんだけど、味もね、ピーチ感が濃い。すごいね、桃感があって、なんかまるでこう桃を食べてるようなシャーベット。豆乳カラメルジェラート、これはね、初めていただいたんだけど、あれと思って、他のやつとちょっとこれだけね、異色。何が異色かというと、口当たりがね、すごい滑らか。ジェラートっていうよりも、なんかクリームがね、ものすごい入ってるような感じがする。で、このね、一緒に食べてるチョコを木綿だとすると、このね、カラメルはね、絹。まるで、なんかね、凍らせた生クリームみたいな、こう、すぐ溶けないで、ゆっくり溶けていく感じの、このね、口溶け感が最高。で、こちらのチョコアイス。これはね、チョコっていうよりね、ココアに近い。豆乳カラメルジェラートが美味しかったので、ちょっとね、もう一回持ってきてみた。で、気のせいじゃなくて、やっぱりね、これだけ口当たりが全然違って、すごい滑らかな絹感で、ジェラートの中ではね、これが一押しです。6瓶目を持ってまいりました。6瓶目って過去最高かも。結構ね、お腹はいっぱいなんですけど、もうちょっと食べたい。最初にも申しましたが、このね、すりおろし野菜ドレッシングがめちゃくちゃ美味しくて、なんかこのビュッフェなんだけどサラダを食べたくなっちゃう感じなので、ぜひすりおろし野菜ドレッシングでサラダを食べてみてください。秋田牛の鉄板すき焼き白菜マリネ。いつもはね、鉄板焼きしゃぶだっけ？なんだけども、今回はすき焼き。この秋田牛がね、脂ノリノリで、ものすごい柔らかくて、超最高で、ご飯と食べたい。だけど、この段階では結構ヘビー。少し甘めなこのね、タレに、横のね、添えてある、ちょっと酸味が強い葉っぱり、さっぱり白菜がぴったり。もう結構お腹いっぱいなんで、お肉はね、少なめでお願いしました。ホタテ貝の厚焼き、もう贅沢なこの厚みのあるホタテ。
でね、醤油味なんだけど、なんかね、ちょっとこう独特なと思ったら、あ、バター醤油。すごいね、バターが香って、バーベキューとかで貝の上でバターと醤油入れてグツグツする、あれがね、すごい浮かぶ。金しらす西京焼き。こちらは西京味噌がついてるんですけど、このね、西京味噌の味付けは、思ったよりも、こう甘さ控えめで、こう味噌感も控えめで、優しい感じ。どっちかっていうと、この銀ヒラスのお魚の味の方が全面に感じられます。スモークチキンと釜焼きチャーシュー。こちらはね、柔らかいっていうよりは、なんかね、ちょっと、硬いじゃないんだけど、なんかね、香ばしい。棒状のサラミみたいなちょっと固めな食感で、こう、硬くてほろっていく感じで、両方ともね、ものすごいスモーク感。ここでおまけでございます。運が良くタイミングが合えば見れるこちらの花火。神宮でヤクルトの試合があるときに5階の裏で花火が上がるそうです。だいたいね、19時半から20時の間に花火が上がることが多いようなんですけど、この日はちょっと遅くて、20時15分くらいでした。なので、時間無制限のプランにしててよかった。マルゲリータ持ってきました。このね、深みのあるトマトソースともちもち生地をもう一回食べたかった。そして、ニラまんじゅうで締めました。いかがでしたか？今日は、ホテルニューオータニ東京ザ・スカイのディナービュッフェをご紹介いたしました。ランチとディナーでまたメニューが違うんですけれども、このタイミングが合えばね、花火が見れるっていう、これはね、また初体験でした。そしてこちらのビュッフェは、編集しながら、あー、また食べたいなって思う三大ビュッフェの一つ。あとはね、このスカイとキャピトルの星ヶ丘とパークハヤタのニューヨークグリル。これがね、編集してて、超また食べたくなる三大ビュッフェです。いつもね、ランチに行くんですけど、ディナーもね、またまたいいなと思いました。ぜひ行ってみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは、ホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方は、チャンネル登録よろしくお願いします。